2016年9月11日、韓国聯合ニュースなどによると、韓国で園児らにカビの生えたキムチなどを食べさせていた私立幼稚園が複数摘発された。スウォンチ県アニャン市長は、同日、アニャン、ウィワン、クワチョンなど管轄地域内で、園児100人以上の私立幼稚園62箇所を、今年6月に検査した結果、食品衛生法違反などの容疑で、園長42人、栄養士16人など合わせて62人を立件したと明らかにした。また、幼稚園15箇所に行政処分を下すよう、該当教育支援庁に通告した。このうち、A 幼稚園は、カビが生えたキムチのカビ部分のみを取り除いて園児らに出していたほか、消費期限が1ヶ月も過ぎた牛肉を使ってキノコがゆを調理、園児らに食べさせていた。また、腐敗した材料や食べ残しの料理を保管して摘発された例や、専門の栄養士を雇用していない幼稚園もあった。B 幼稚園の園長は、昨年1月から今年7月までの給食支援金3200万ウォン、約290万円を横領した詐欺などの疑いで立件された。この報道に韓国のネットユーザーからコメントが寄せられている。もう驚きもしない。お金に目がないやつらめ。幼稚園はただの企業。お金になるなら何でもやる。62箇所を調べて園長42人が立件って、残りの20人は運が良かったと言うべきか。法律が甘すぎる。本当に頭にくる。どこの幼稚園なのかリストを公開してくれ。全ての幼稚園を調べるべき。日本に住んでいるけど子供が食べるものについてこんなニュースは聞いたこともない。韓国は昔も今も同じなんだな。支援金ではなく国が直接管理して食品を支給すべきだ。お金で渡したらダメだ。